青森で俺たちに勝てるやつっている？いねえよなー。青森の高校ぶっ潰すぞー。頼むから8番はやめてくれ。五所川原中央高校、かっこいいな。なんかヤクザがやってそうな高校やな。本当にいたあったらごめんなさい。五所川原会。まあくじ引き別に A でも A よ。だから8でもいいよ。8引かれてこれ8引かかってこいやー。危ねえ。さあ男気くじさあやっていきましょう。一つの能力だけしか極めないで全国制覇を目指す高校、極み高校、夏の県大会初戦でございます。この世代は天才世代といってね、天才肌の岩尾くんを筆頭にですねやってきました。もし負けることがあれば白き引退です。え、白き引退か。それは辛いですね。わお、来ました。うわ、青い沼の方が見やすい。いやでもさすがに急成長使いたいから岩尾だ。これは仕方ない。お知らせが1件あります。お知らせがあります。この青い沼くんなんですが、前回村上くんがホームラン打ったら青い沼を差し置いてですね、村上レギュラーにしたろ、ファーストのレギュラーお前やって言ったじゃないですか。もう1個練習試合があったんですよ。飛ばしたんですけど動画的には、そこで青い沼くんホームラン打ったんで青い沼くんになりました。パチパチ2本目打ったんですよね。これでねパチ、しかも打ち気というなかなかいい。あ、これ練習試合で全く打たなかった岩尾くんの話ですね。仕方ない、僕は本番しか強くない。本番も強くねえんだ。ここでお知らせがもう1件あります。特のお化けで有名な小池くんなんです。お、まさかまた何か覚えてしまった。アベレージヒッターがつきました。ついたんじゃなくつけたんじゃなくて、普通に野球マスでつきました。難易度4なんですけどね、星4。この人百発百中です。天性の才能を持ってるのか野球マスで外したことがないです。何こいつ。野球マスのたびにですね、盗塁 A、 チャンス B、 プルヒッター、そしてアベレージヒッターというね、どんどん成長していきます。怖いよこの男。才能が怖い。7番まで下がってます天才。夏のオーダーはこんな感じでいこうと思ってます。3年生の清水、安定した成績ね。で、松本、四天王の一角の松本君。お、出た。四天王でも最弱な松本。4割叩き出しましたね。練習試合で活躍して2番に行きました。あれ岩尾が一番低いんじゃねこれ。そしてですね、練習試合そして特能お化けになった小池、四天王の一角、覚醒者小池。チャンス B なんでね。4番は大井沼、長打力もある1年生、対左さらに強いというね。四天王の最強の一人、四天王最強の男山田智人で、山田君は3年生なんですけど、3割2分に打率上がりました。やはり能力が BB いったらね、打率打てるもんだね。でチャンスへの北だね。みんな強いな。オール C いってるね。で岩尾くんが、7番まで下がって1年生唯一スタメン出場前川。いいですね、厚則で白木がエース。なかなかバランス取れて、なかなか総合戦力あります。今負けるわけねえよ。嫌な天気です。結局なんて読んだ、白髪だけ。白髪だけかもね。本当に言ってくれるよ。白髪だけおし白人だった。弱かすやん。コールド30対0。一回抑えられ、点取られなかった。点が取れない。さあさあ岩尾見せてくれ。急成長を使ってのこれで経験値が爆上げなりか。相手のピッチャーユアサ127キロの ED 高速シュートドロップカーブでございます。ベンチにいる斎藤、小川、宮、西見るに値しないと思う。今日はまあいないだろうな。高橋由伸ではない、偽物です。岩尾方行きまーす。なんかパワーがないときは結構芯に当たってたのに、こいつパワーついてから芯に当たらないんだけど、なんで力みすぎ。パワーついたんだから今芯に当たれば飛んでいくぜ。見してやれ、鍛えたこのパワー。おい、打てもう打てるぞ。左方向に流すのが見えた。センター返しでマシか。おい、引っ越す。本当に流してる。天才はお流しの気持ちですか。そう、お流しですねこれ。おっと大丈夫だよな。やだよ、青森で強化行くのは。次は5球目。さあ高めるといけ。なんだその当たりは。何やねん。でもあるよ、オールシーです。何みっともないけどナイス、よく走った。何だよ、本当に。おーしです。小池放発炸裂。いけや。いやいや、小池はいいけどホームラン打たれた。危なくなってるやんけ。そろそろちゃんとしてくれよみんな。ピシッとピシッと。小池どこに打った。左引っ張ってる。プルヒッターナイス引っ張り。これもあえてさ、もうどこ投げていいか分かんないよね。こいつはアベレージにも流しにもできる、さらにプルヒッターでもいける、チャンスにも強い。ランナー出したら盗塁だ、ファンボールもダメだ。どうすればいいんだ。デッドボール危険球、怪我退場。一番理想郷です。さてさて岩尾くん、お前ちょっと成績残さないと。前川くんが打ってんだぞお前。前川が打ってお前が打てないはずがないだろ。引っ張りねえねえもういっちゃって引っ張り内角はいっちゃってやっちゃってそれをやんないでどこ打つねん。しっかりしてけ。よしよし、最低限最低限最低限のノルマ。すごいホームランが見たいけどノルマ。うん、チャンス作りました。これは白木です。おばんとよろしいか。ヤマトそういうものを使って晩食つけさせていただきマックス村井いきます。第9投げました。しっかりとポン。おおいいねいいね、こう揺さぶるのいいよ。打率2割分の2割分打率2割の男。まあここも待っててファーボールが一番いい。お待ってお待って、投球これから4球目。俺はもう1球待つね。マジバント失敗も見えてくるやつでファールのバットって少ないと思う。マウスファーボール不思議、今ランナー走ってないのに走ってないマークだったのに走ってたね。はい、ここで清水、1番の清水ですよ。絶好調なのに絶好調を使うというね、満塁とか持っているこのとこ来たね。これは打つしかない。これはもう来たよ。下手にスクイズ失敗されるより、まあ、しかもフルベースなんでね。これね、そうだね、三遊間に鋭い当たりでレフトがねゴロ取ろうと思ったらゴロもトンネルしちゃうやつ。いつもの清水のやつ三遊間見してくれ。これ当たったら今日行く日本シリーズ俺に変わってくれ。結構な結構な、あ残念。カジャンバしっかりカジャンバしっかり。ナイス。あおい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 、四天王の一角。こいつは四天王の中で最弱の打率を持つ。いや打率はいいな、一番高い。ちなみに何なんだろう。かませんね。そうだ存在感が四天王の中で一番存在感が薄い松本だ。これからやでお前は。あれだよ、四天王で一番最初に倒して一番最初だったと思ったけど結局裏ボスだったけど、ね、わあすげえ裏ボス説、松本裏ボス説を提唱します。そういうゲームやったことない、そういうの例がない。うわーやばい、松本やらかしたがそういうゲームにゲッツがないはず。おおここ盗塁でね。そして見れるのか、この四天王の中でかなり最高分に入るこの男が。さあ引っ張りが流し打ちか強い方を選択できます。センター返しという微妙なものが来ましたが、いやまあこれはでもアベレージヒッターでいけばいいんじゃないの。なるほど、阿部秀7センター返しぶちかましたね。打たない理由がないよこれ。えぐってチャンス B、 えぐってお前の納得のチャンス B で阿部秀持ってて、うわナイスバッツン取られんかい。取られちゃうんかい。ちゃんとセンター返ししたし、いやいいね。小池がすごいね。なんでこんな強くなったんだろう。なんでそんなに強くなっちゃったんですか。覚醒決めちゃったから、覚醒決めちゃったから、意味深意味深すぎる。さあここはねバント職人を持っているこの北田、足も速くなりましたんでここはセーフティーバントで自分も生きるようなバントをよろしくお願いいたします。レッツゴーセーフーバー。うまいんじゃない。でも足がさすがに打たないか、惜しいね。もうちょっとサールイン側だったら。さあ来ました、この男一応打ってる地味ながら頑張れ岩尾、負けるな天才。あそれ弾道極みの弾道。これはなんだろうな、まあナイスヒット。普通に取られてたよ、強かった相手が、相手が弱小だからヒットになってるよ。それで一気になるなお前。さあ稲葉さんと同じ名前を持っているこの前川敦典、敦典が間違えて出てしまいました。失礼いたしました。懐かしい、もうなんかないよねそれ最近話題になってないっていうか終わったよねそれ。最近間違えてわざと出すやつやめたのかな。ファーボールを選ぶ、まあある意味堅実やな。まあそうだな、バントでも面白いけどまあ打ってもいいんじゃないかな。ファーボールだな。もうこの岩佐君コントロール悪すぎ。そんなんでピッチャーできると思ってんじゃねえぞって白木が言っています。見てほら白木の目、こんなのがピッチャーなんか。俺と同じピッチャーって呼ばれたくないわこんなやつがって思ってる。そんなんだからお前はダメなんだよと言ってるばかりの目です。ああ真ん中の球見逃していきます。まあいいや、見なかったことにして。さあどうする、セーフティーいくか。セーフティーはないでしょう、こいつは何も持ってないもん。ここまで来ちゃったらバカすかってさ、表だからね、たくさん点取り放題よ。ナイス出たー。なんか取れないよね。何をもらいたい清水、それを極めろがい。いやいける、突っ込め突っ込め突っ込め。あ減速してる、疲れちゃってる。走塁技術だなここは。四天王の中で最弱松本敏郎代打いきます。え、嘘。おいおい、ここで終わらせてしまうのかよ。もう少し遊ばせてくれよ旦那、監督の旦那。そんなこと言うと村上もね、マジで当落線上だからね。ここで打って俺は最後はスタメンでお母さんが見に来てるんやって、甲子園はお母さんが見に来てくれるんや、それまでに俺はレギュラーを取る。そういうなんだろう、熱血漫画系だったんだね。まだ諦めてねえぞ正和、てめえには負けねえ。おめえも正和おめえも正和、あいつも正和、大沼正和 VS 村上正和。投げました。えらい、お前は偉い、お前は偉い。そこでファーボール見れるお前は偉いよ。さあ決めた小池強っ。何今の変化球。え、転生の人ですか。特の転生並みで3文字持ってるから、なんかいろんなことができていろんなことができるオールマイティーやお前。第3球を投げました。うわー、これ誰かけだ。うわ怖い、君の存在が怖いよ。守備は何でもできます、打撃も何でもできます。これバント職人とかついたらもうえぐいで。小池お前があと1年間見られるってもう楽しみで仕方で、岩尾くんの存在が。坊ちゃん生きてる、坊ちゃんいる。僕も目立ちたい。まあ、目立たないで有名な坊ちゃんだと思うけどね。完全に天才の影、いや違う、天才が影に隠れてる。投げました。さらに負けていない。おい沼もいいね。おい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 沼。あいつもまあ若干打ってるけどね。山田も見たいね。ここ山田も打ってほしいホームラン。弾道極み山田。あれ山田哲人の応援歌になってる久しぶりに。山田智人。あらららららら。ここは相手ね、アウトになってた方がいい。もう一回打てるから。打ち放題だどん。はい、ぴっしり押さえて。はい、じゃあ多分これがもう多分手は取るでしょう。もう諦めて1年生投げちゃっても。うわー、容赦なし。いいねいいね、こういうケミ高校も見たかったとこだよ。さあ前年席前安打になるか。いやー、え、打ってんじゃん、すごいじゃん。うんうん、強豪校だったら取られたあたりばっかり。さあこれホームランだ、文句ないぞ。いやー、さっきからね引っ張り指示は合ってるよ。こいつらインコースやってくるよお前に対して。花見の真剣奥義。僕が吹っ飛ばす。いや、それなんだよ、それなんだよ、積極打法。投球これから4球目。アウトコース引っ掛けていく。強豪校だったら月曜も強豪校だったらっていうやつがあるし、前だけアウトかよ。前かっこいいねー。1年生でこの成績はいいね。才能を感じる。うん、ナイス。アウトコースヒッターっていうのもいいよ。外角流し打ち。レッツゴーレッツゴー。悪くない悪くない。次の白木は変わっていいから。うん、いやいいバッティングだね。才能を感じる。あ、出た竹内聖人。来たな。うわ、あいつ竹内聖人だ。うわーっていじめられるやつよ。竹内聖人の襲来。弾道極みこの竹内いきます。ホームランったらコールド勝ちですこの回で。どん詰まりインコース。7回までいきますねこれ。中川そのままベースを踏んでスリーアウト。ピッチャー交代のお知らせをお知らせします。ピッチャー1年生羽田抑えました。ヒット。おお、チャンスくるわ。ノーアウト三塁。岡田にしてさ、魔物使ってもあともう本当にバカ使うっていうこともできます。いいね、そうしよう。持ってるよなお前は。持ってるんだな。よし、じゃあ今日はもう第1回、ここからもうバッティング練習始まります。バッセーいきます。ピンチヒッターはストップ PR ですよ。 PR まずはセンター返し。 PR 2ホーマーや5打点。まあもう一回見たいな、ポリヒがやっぱり。そうだな。3球を投げました。ここでおい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 沼です。おい沼つんよ。4打数。はいはい、チャンスが。うわー、どこいったそれ。うわー、すごい。危ないなお前、ダメプやねえか今。さあまだまだ続くよ。山田智人打ってね。これ打たないとダメだもん。流し打ちいけ。投げました。ナイスドーン。いいですね。まあこういう回もいいんじゃないですか、たまには。弱いチーム肩極みまさかの打撃に立つ。当たってますね。ただ大当たりの後は三振が。インコース引っ張ったり、まさかの流し打ちしね。いや、いいですね、15点目。強豪って感じ。ボーちゃん。ホームランみたいっす。心の底から。投げた。初球高速進化。ボー。投球は3球目。投げた。打ちました。こんなんばっか。いや、危な。こんなんばっか。一塁はセーフ。せめて盗塁でもしてくれ。ボー、危ねえ。バレてる。汗も人間の一部に入りますかみたいな話じゃないですか。そしたら鼻水ピューンって伸ばすベースタッチすればセーフやろ。サンドボジキヤミ前川君、この雨の中で転がせじゃったら地面に埋もれて3球目空振り。痛烈な転がせ見てみたいよ。みんなが言うさ、転がせはライナー性の後にも打てる万能。これか、おお、これか、いいね。今を一気にホームへ。16点目、目指せ20点。第2球投げました。かっこいいやん、マセの応援歌。マセもできます。一塁ランナー二塁を待っては小川湾。外れたフォアボール。ストレートのフォアボール。バッターは三塁線。闘魂がなくなった須藤君にもう君にはあんまり打撃能力がないというね。あ、でも D になってる。投げた。万能練習の賜物やで。3球目投げた。ナイスタッチ。今です。あれ。満塁で小池、もしかしてここで打ったら満塁男ついちゃうんじゃないの？ 2 回に1回を打つ男、これ打つぜ。これこのパターンいくよ。打てー。すごいな、これホームラン打ったら。さあ次の投球。いや、打てるよ、打てるよ。何やってんの。拙者、この試合はもういいでござる。むやみやたらなセッションはしないみたいな。そして今拾い直した。完全にオーバーキルだもん。ここで引っ張りに警戒した。オーバーキル。やめろお前、三振は選んぞ僕の。第5球投げた。おいおい、ちょいちょい、お前打者一巡してお前ツーアウトやん。全員出しました。いい経験値稼ぎだったわ。雨もひどくなってきたしな。これ何時間やってんだろうな。6時間ぐらいやってんじゃないのかな。すごいなんかデータ型の野球してそう。はい、ショートは今山田オール B で送球に出ちゃいました。雨降ってるからね、ちょっと今日は送球乱れるかもしれません。よく取ったファースト。肌白っ。野球やってんか本当にお前。日焼け止めちゃんと塗るタイプ。はい、ショートはオール B 山田、送球はいいでございます。危ない、危ない、危ない。オイルマが勘弁してくださいよ先輩。投げました。ライトは松瀬、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 ムードメイクは松瀬でございます。さあ完璧、完封なきままに倒しました。17対2。これが進化した清見高校の攻撃力。いや、いいですね。1年生、あ、2年生か、今は2年生トリオ素晴らしいっすよ。大沼、小池、そして天才岩尾、四天王の一角。トリオなのか四天王なのかどっちかにしてる。いや本当に小池2回ホームランを打って2回三振してます。濃いマルチ弾。いや、あるぞ本当にあるぞ。うわー、やっぱり相手が弱かったから何も得のつかなかったです。ダメでした。